じゃあ今度は塗り慣れた XV を試したいと思います。やっぱり車軽いな。軽さがいいですね。待って、アンハン乗るから。あ、これは手のひら感、あ、手のひら感がありますね。さすがスバル。うん、おいおい、連続して BMW の次にこう走らせてますけど、ちょっとオーバースピードかな。やっぱりこういうとこ強いな、スバル。あのね、なんていうのかな、全然こう楽さが違いますね。あのBMW もいいんです、後ろの落ち着きがすごくあっていいんですけど、こんな風にあのひょひょいっとやる気にならないところがあるんですけど、これある意味そういう意味ではデリカシーが必要ない。全然デリカシーが必要ないので、あのちょっとびっくりしましたけど、ちょっと行きます。お迎え行きますけど、これで引っ張らないよね。表情ではね、こんなこと当たり前なんですけど、ちょっともう一周だけ。これはやっぱりね、あのいいですよ。すごい、もう好きになるはずですよね、僕がね。もう全然これはあのなんていうのかな、限界の高さが違うんで、これラリーカーしたら面白いだろうな。スバル作ってほしい、こいつでラリーカーを。 WRX もいいけど、このラリーカー面白いかもしれないですよね。前の車あれは遊んでるんで、別に不安定なわけじゃないです。タイヤ何がついてるのかちょっと確認してないですけど、よくグリップしますよね、このタイヤ。ということで、これで、終了します。